だから、中国は、尖閣諸島に手を出せない、中国との領有権問題で、よく注目の敵になる尖閣諸島に、現在何が起きているのか、今回はじっくりと見ていきたいと思います。民主党時代の政策は誤りだったと考えられます。その政策は、中国の影響を直接受けた結果、状況が悪化したと言えるでしょう。特に、尖閣諸島での拿捕事件の映像を公開した海上保安官の行動は、勇気あるものでした。その勇気ある行動も決して忘れてはならないことです。次は、沖縄県知事選で何かが起きるかもしれません。中国海警局の船舶3隻が、2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたり、尖閣諸島周辺の日本の領海内に侵入しました。海保によると今年に入って、通算24度目の領海侵犯とのことです。今回のケースでは、尖閣諸島周辺の日本領海内で操業中の日本の民間漁船2隻を追跡した中国海警備局の船舶3隻が領を妨害するために領海侵犯を行ったと推測されています。最近の中、国海警備局の尖閣諸島周辺海域でのこうした行動は、一組4隻として行動するパターンが多かったので、今回3隻での行動に、一体、どんな理由があるのかも気になるところです。こうした尖閣諸島の周辺の日本領海に中国海警備局船舶が侵入を行ったのは直近では6月24日以来です。前でのように今年は通算24度目になっているので月平均4回は同様の事態が発生している計算になります。尖閣諸島の周辺海域を管轄エリアにしている海上保安庁の部署は沖縄本島に本部のある第11管区海所保安本部ですが、引き続きこういった事態の警戒と監視を続けると表明しています。ここ近年、海上保安庁の活動を日本国内の大手マスメディアが尖閣諸島周海域における中国船舶との対峙のニュースで取り上げることが多くなったため、日本の領土防衛最前線に置かれているという感が強くなっているようです。そんな海上保安庁の生い立ちを調べてみましょう。その創設は、太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年、昭和23年まで遡ります。アメリカでは、軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されたそうです。今は、海上保安庁の英語での名称は、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊が定着していますが、これも以前からではなく、2000年、平成12年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して以後からになります。それまでの海保の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティーボードもしくはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーでしたが、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められました。英語名称の改定の理由ですが、日本国民に海上保安庁の業務をわかりやすく理解してもらうためで、ロゴやそのマークも変更したと説明されているようです。世界のスタンダードに合わせたと言うべきでしょうか。さらに、2001年には、海上保安庁の管轄が、運輸省から国土交通省へ変更されたこともあり、以後、同組織の船舶等には、すべて、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と表記されることになったのです。日本における海上保安庁のあり方は、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されています。その第1条では、活動領域は、自国の領海、接続水域、排他的経済水域、及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた、捜索救助区域と考えられるようです。とは言うものの、現在は、実際の海上保安庁法第1条は、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言です。つまり、日本を取り巻く沿岸部のみに限定するのではなく、必要とあらば世界中での活動が想定されているとも言えます。ただし、1948年に海上保安庁が設立された際、第1条では、活動範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域と記述されていました。以後の情勢の変化から、現在の表記に改定したという経緯があったのです。
具体例としては、大型巡視船として1992年に就役した直島です。世界で最大規模を誇った直島に課せられた任務は、当時の原子力発電施策を円滑に進める意図とも関連がありました。当時は、日本国内の原発で発生した使用済み核燃料を、イギリスまたはフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管するという体制でした。この状況から、日本では、原子力発電所の稼働継続することイコールプルトニウムと放射性廃棄物が増加という状態だったのです。これを解決するため、プルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式発電を行うことにしたのです。そのために、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じました。プルトニウムは、核兵器の材料ともなり得る危険に物質ですから、外敵から守る手段を講じなければなりません。まず、イギリスからのプルトニウム輸送には、同国貨物船に武装要員を同乗させました。次に、フランスからのプルトニウム輸送には、日本のハレシン丸が従事しましたが、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたのです。このような流れから、日本が独自にプルトニウムの輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになりました。そして、保安上の理由から、ヨーロッパから日本までのおよそ2万海里を無寄港で航行できる船舶が求められることになったのです。その目的履行のため、建造されたのが大型巡視船の直島でした。総トン数7175トン。全長 150.0m、全幅 16.5m、深さ 9.0m のサイズで、前述の通り、就役時には、世界最大の巡視船となったのです。巡視船式島の機関部には、ディーゼルエンジン4機が搭載され、最大速力25ノット、航続距離18ノットの巡航で必要な2万海里が確保できます。110名の乗組員と、別に、30名の航空要員を収容し、回転翼機2機が運用できました。兵装として、90口径 35mm 連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載。これは、海上保安庁の巡視船としては、2024年でも、最も重武装な巡視船と言って良いレベルと見られます。こうして建造された巡視船式島は、就役年の1992年、平成4年11月、計画通り、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事しましたが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたので、通常の巡視船として運用されました。この初代巡視船式島も、今は老朽化の進行が激しいため、退役しています。当初は、改修工事をして就役年数を伸ばすことも検討されたようですが、結局、32年に及ぶ就役期間を終えました。こうした海上保安庁巡視船が対峙しているのが中国海警局です。同組織は2018年に組織再編を行い、準軍事組織である武装警察下に入ったため、事実上の中国の第二海軍と言うべき位置に変化しています。日本政府が尖閣諸島を国有化した2012年、平成24年時点では、保有する船舶の総数は海上保安庁側が約50隻。中国海警備局側が約40隻で日本側がリードしていましたが、現在、その数は完全に逆転されています。2024年時点では、海保保有の船舶総数はおよそ70隻ですが、中国海警備局の船舶総数は、実に160隻に迫るほど増強されているのです。この12年間で4倍に増えたと考えられます。ただし、日本にとってラッキーなことは、中国が尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも多くの周辺国と軋轢を強めているので、中国海警局の全船舶が日本に向かうものではないということでしょう。いずれにしても、中国側が中国海警局の船舶数を含め、体制を強化しているので、日本側も
海上保安庁の船舶数の増加を進めなければならないという意見があります。つまり、人員をはじめ、多くの資源を拡充するために予算を増加せざるを得ないのだという声も大きいようです。予算増大と大きな声で騒ぐようですが、国の財布はそんなに大きいとは思えません。尖閣諸島周辺の領海での中国海警局による侵入行為が増加しています。2024年7月には、中国海警局の船舶3隻が最大42時間にわたり、日本の領海内に侵入し、日本の漁船を追跡する事件が発生しました。この行為は、今年だけで24回目になります。海上保安庁は、沖縄本島の第11管区海所保安本部を中心に、警戒と監視を強化し続けています。海上保安庁の設立は1948年に遡り、現在の英語名称、ジャパン・コースト・ガードは2000年に改名されました。また、海上保安庁は、多様な任務に対応するために、大型巡視船、四季島を含む船舶の増強を進めています。しかし、中国海警局は、船舶数を大幅に増加させ、現在160隻近くに達しており、日本の70隻を大きく上回っています。このような状況の中、日本は、防衛予算の増大と資源の拡充を進める必要があるとの意見が出ており、海上保安庁の役割と能力の強化が急務とされています。中国の行動は、尖閣諸島だけでなく南シナ海にも及んでおり、国際的な緊張を高めています。